私たちの知っている幕末は嘘だらけ？幕末の動乱期には多くの志士たちが活躍し、庶民の間にも様々な出来事が起こりました。その中で教科書や歴史小説で当たり前になっているけれど、実は嘘がいくつかあります。今回は幕末の嘘と真実5選について取り上げます。もし興味深いと感じていただけたら、チャンネル登録もお願いします。坂本龍馬は幕末の立役者ではなかった？睨み合う薩摩藩と長州藩、仲を取り持つために龍馬は奔走し、両者が対面する機会を作ったとされています。さらに同盟を結ぶ交渉が難航する中、龍馬は西郷隆盛を頼り、西郷も加わってようやく同盟が成立するのは有名な場面です。ですがそれはあくまで小説の中の世界。そもそも西郷はこの時、薩摩藩の国父島津久光の命令に背いて流刑にされた島から薩摩に戻ったばかりでした。藩の将来を左右するような同盟への政治的な決定権は持っていなかったそうです。実際は薩摩藩の家老小松立脇という人物が薩長同盟の締結で龍馬の役どころを果たしました。小松の部下にいたのが西郷と大久保利通です。薩長同盟成立のキーマンだったのは、当時の薩摩藩の一番の権力者久光の賛成を得ることが肝でした。久光が首を縦に振るまで小松は何日もかけて口説き落としたと言われています。大政奉還の中でも龍馬は活躍したとされてきました。龍馬が起草したとされる戦中八策、彼が戦もなく誰も傷つかずに大政奉還を実現するために執筆したとされる文です。やがて明治政府の基本方針として出された五箇条の御誓文はこの文を参考に作られたと言われるほどです。しかしここに書かれた内容は龍馬のオリジナルの考えではないといいます。龍馬の師である勝海舟や佐久間象山、横井庄南から教わってきたことを要約しまとめただけという見方が有力です。このような印象は龍馬が行くで司馬遼太郎氏が描いた龍馬のイメージが一人歩きしたのでしょう。ちなみに司馬氏は小説の中では、僕の龍馬を動かすのだから龍馬にしたと語っておられたそうで、実在した龍馬と架空の龍馬を漢字によって区別したそうです。歴史学者の間では坂本龍馬の価値は薩長同盟や戦中八策にではなく、第三の道を考え動いていたことにあるといいます。第三の道とはこうです。当時徳川家を中心として公武合体し新政府樹立を目指す勢力と、その対極に薩長を中心として倒幕し新政府樹立を目指す2つの勢力がありました。しかし龍馬は考えます。世の中には別の道はないのか。薩長など大きな力を持つ藩の陰で中小の藩の者たちは時勢をどう捉えているのだろうか。一つの勢力が権力を握り政治を動かすのではなく、皆の意見を広く聞いて運営できないか、いわゆる議会制民主主義の世界を想定していたのです。これに似た動きは1950年代アフリカやラテンアメリカ、アジアで起こります。ヨーロッパやアメリカ、ソ連などの大国の陰に隠れていた小さな国々が数を集めて世界に物申したのです。龍馬はその100年も前からそういった先進的な思想を持っていたことに驚きますね。
龍馬は第三の勢力を作るにも力が必要だと考えます。力なき主張は政治の世界で潰されるのみだからです。そのため日本で最初の商社であり私設海軍である亀山社中、後の土佐海援隊を設立します。戦艦を集めて貿易で利益を得て組織を大きくし力を蓄えていました。龍馬はかつてアメリカからペリーが来航した際に黒船を現地で見ています。たった4隻の船に日本が揺らいだ。諸説ありますが、龍馬は自分も黒船と同規模の船を持ち施設の海軍を動かして発言権を強めようと考えたのではないかと言われています。亀山社中に資金提供した者の中には、先ほど薩長同盟の締結に尽力した人物として紹介した薩摩藩の小松帯刀の名もありました。小松のいた薩摩藩はこの時期薩英戦争に敗れて自藩の軍艦の多くを失っています。自藩の軍事力を立て直す間に有事があれば亀山社中を頼ろうという目論みがあったのでしょう。しかし龍馬は皆さんもご存知の通り、儲けて船を買うことができたと思ったら、その大事な船を操舵技術の未熟さで沈没させてしまいます。さらに薩長同盟の成立によって薩摩と長州の間の商売を亀山社中が取り持つ必要がなくなりました。龍馬は実は同盟成立で一番損をしているのです。この時に亀山社中の支援を名乗り出たのが土佐藩の後藤象二郎。土佐藩は将軍徳川慶喜に立場を近くしており、薩長が勝って現体制がひっくり返るのを好ましく思いませんでした。そこで土佐藩の方針として龍馬を支援して取り込み土佐海援隊ができたのです。晩年の龍馬はかわいそうな立場だったと言われています。第三の道、国内の戦争を回避するような話し合いに一生懸命になっていましたが、軍事力や影響力はないまま。さらに八方美人だったため、薩摩からも長州からも、後には土佐の者からも敵ではないかと疑いを持たれてしまいます。同じ頃、大政奉還は実現したものの、東日本には未だ徳川家を支持する藩が多く、多数決を取れば慶喜が有利な状況でした。史実通りの薩長の武力による倒幕ではなく、もし龍馬が考えた話し合いによる第三の道、明治維新があったのならばどうなっていたのでしょう。歴史学者は坂本龍馬の価値をそこに置いているようです。脱藩は重罪ではなかった？龍馬といえば志のために脱藩したことでも有名ですね。脱藩は死罪になるほど重罪で、残された家族も死罪または相応のひどい扱いを受けた。そんなイメージをお持ちの方がほとんどではないでしょうか。確かに江戸時代の前期、脱藩については厳しく取り締まられていました。脱藩して他の地域に旅立ち浪人になろうにも、地域の交通の要所には必ず関所があります。関所で押しとどめられて断念する者もいたようです。しかし江戸時代末期になると予算不足などの理由から関所の取り締まりは緩やかでした。脱藩に対する処罰の重さには、脱藩した理由や脱藩した本人が後継ぎかどうかも影響したようです。脱藩の理由が友人との東北旅行の待ち合わせに遅れるからであったのは吉田松陰。所属する長州藩に出した申請が父として通らず、
義を重んじた松陰が友人との約束を優先し脱藩します。これに対して長州藩は彼の史跡を剥奪し清録、松陰が継ぐ予定の家禄を没収する厳しい罰を下しました。やはり理由が理由だけにお咎めなしとは言えなかったのでしょう。一方でお咎めなしになった例は坂本龍馬。彼は亀山社中の設立をはじめ志士として活動する前に土佐藩を抜けています。龍馬は勝海舟と出会い海軍修行を受けていたことで、勝海舟が土佐藩主山内容道を説得してくれました。勝の下で学ぶという条件で長男ではなかったということもあってか、龍馬の脱藩は不問になったそうです。ええじゃないかは自作自演。社会不安から幕末の民衆はええじゃないか、ええじゃないかの掛け声を自然と発し踊り狂った。お札が天から降ってきた地域もあったようだ。そういったイメージをお持ちの方がほとんどでしょう。このええじゃないか、実はある計画のための陰謀だった説があります。ええじゃないかの掛け声によく聞いてみると続きがあったのです。おかげじゃ、おかげじゃ、ちょいとさ、ちょいとさ。ちょいとさの部分が長州藩や土佐藩のことを示している見方が有力です。掛け声やお札が降る騒ぎも第一声は藩士たちが先導したとのこと。このええじゃないかの狂乱が京都で起こる中、坂本龍馬は大宮で暗殺されます。一説では薩長が龍馬を暗殺するために人混みに紛れやすいええじゃないか狂乱を意図的に作ったとも言われているそうです。一揆は行儀よく行われた。ええじゃないかは陰謀論を抜きにすれば幕末の民衆運動とされてきており、一揆と似ています。米屋を襲撃した打ち壊しや商人の家を襲撃した一揆に皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。無秩序に繰り返される破壊や略奪、生活に困った民衆たちが押し寄せ死人も出たというイメージがあると思います。ところが打ち壊しや一揆、実はかなりお行儀よくルールにのっとって行われたものでした。決まりとして槍などの武器を持ってはなりません。これは上に立つ領主や商家の人々を殺さない意志が現れています。また百姓たちは一揆の前に奉行所へ願い出る決まりもありました。不作だったので年貢を減らしてくださいとか、災害で崩れて耕せない土地の年貢は免除してくださいといった申し出です。また百姓たちが一揆を起こしたのは非道な扱いに抗議をする場合がほとんどでした。例えば明和の一揆では百姓たちが納めた米を領主が質が悪いと突き返しています。彼らが苦心して納め直した米を領主は地べたに撒き散らし百姓たちを侮辱しました。このような行いに対して奉行所に申し出をした上で一揆は実行されたといいます。古べっき群像写真の真実。幕末にまつわるデマで技術の発展で真実が分かったものがあります。明治元年10月から11月に撮影したといわれる古べっき群像写真という一枚の写真です。アメリカ合衆国に移民したオランダ出身のグイド・フルベッキとその子息が日本で撮影した写真とのこと。フルベッキは在米オランダ改革派協会から1859年に
日本へ派遣されました。幕末から明治初期、1898年に亡くなるまで日本で過ごしたそうです。写真には親子を44人の志士たちが囲んでポーズをとっています。幕末・明治の偉人たちが集合し、なんと若き日の明治天皇まで写るという夢の写真。しかしこの写真にはいくつかの曰くがあります。幕末に敵味方に分かれているはずの人物が同時に写っているというのです。例えば長州藩の木戸孝允や土佐藩の中岡慎太郎、この時期には幕臣であった勝海舟です。彼らが一緒に写っているのは不自然だとして合成写真説を唱える人もいます。不審な点は他にも、すでにこの世を去っているはずの人物が写っているのはおかしいと言われています。例えば1867年に亡くなった坂本龍馬や高杉晋作です。現在では写真の解析によって写っているのは長崎の知縁館の学生と判明しています。名前が判明している人物は岩倉具視の息子友貞と友常の兄弟などです。ではなぜ偉人たちの集合写真として広まったのでしょう。一つの原因として昭和49年に雑誌日本歴史の中で古べっきを囲む幕末の志士たちの写真として特集されたのが大きいです。この雑誌に学術的な価値はありませんでしたが、夢のある写真というデマが広がるには十分に効果があったのです。幕末の出来事や人物は小説のネタとしても人気があります。それだけにデマ、きれいに言うなら夢を膨らませて持った話が民衆に広まってしまったのでしょう。龍馬の実像やええじゃないかの陰謀を知り驚かれた方も多いのではないでしょうか。皆さんは幕末にまつわる嘘と真実についてどのような感想をお持ちになりましたか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。他にも取り上げてほしいテーマなどありましたらリクエストもお待ちしております。またこの動画が面白いと思われた方はぜひチャンネル登録をお願いします。